しますありがとうございます改めてご紹介いたしますユニクロシーイメージキャスト白石麻衣さんですよろしくお願いいたします、はい、白石麻衣です今日はよろしくお願いしますありがとうございます さて、お聞きをしたところによりますと白石さん、このユニクロ C のイメージキャストとして、はい、新ブランドユニクロ C すでにお召しになっていらっしゃるということでございますがユニクロ C の印象さらに撮影時のエピソードなどございましたら、うん、ぜひ教えてください。はい。は、えー、たくさんのユニクロ C の服を着させていただいたんですけれども。もう、 本当に着れて嬉しかったですしこれからこう世界中で多くの人が着るのかと思うともう本当にワクワクしましたそしてですねあの何パターンかあのイメージを変えて撮影したんですけれどもあのどれも着心地がよくてあのしかも洗練さがあるのにこう肩肘張らずにこう普段使いできる印象だったのでもうとてもお気に入りです。 千田さんのファッション感あるいはファッションへのこだわりについてぜひ教えていただけますかそうですねファッションでこだわっていることは私は着心地は一番大事にしてますあとは肌触りだったりあの長時間着ててもリラックスできるものを選ぶことが多いですあとプライベートではパンツスタイルが どうしても多くなっちゃうんですけれどもこのユニクロ C をきっかけにスカートもたくさん履いてファッションを楽しみたいなと思います表情がまた全然変わりますね白石さんアウターとこのバッグを加えたスタイル今ご提案いただきましたけれどもいかがですか そうですねあの。このトレンチを1枚羽織っただけでこうとてもシックな印象になるのでよりぐっと大人な女性のイメージだなって思いましたとてもこちらのコーデもあのコーディネートもすごくお気に入りなのでちょっとプライベートで取り入れたいなって思いました。はい ちなみに白石さんこのユニクロシーを着て、はいうん、これからの秋冬、はい、どこかお出かけしたいところはありますかそうですねこの先秋くらいだったらやっぱりこう紅葉を見にそれこそ今日のこのコーディネートで紅葉を見に行くのはすごいぴったりなんじゃないかなと思うのでぜひ行きたいなとも思いますしもう少しこう寒くなってきたらイルミネーションなんかを見に 行きたいなとも思ったり、あとアウターにはすごく軽くて、あの温かいダウンもありますので、すごく長時間外にいても安心できると思います、はい。はい、ありがとうございます。白石さん、ちなみに今お出かけの話が出ましたが、はい、お出かけは最近どこかされましたか最近は全然、出かけというお出かけできてないので、 もうだからこそ、このユニクロ C の洋服を着て、もういろんなところにこう足を運んでいきたいなと思います、あの靴もすごく軽くて履きやすいので、もうどこへでも行けそうな気がします。はい